こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは懺悔です。あ、前回に引き続きということですね。はい、はい、懺悔、まあ、懺悔と一般的に呼ばれること多いですけれども、まあ、仏教で言われる懺悔、懺悔といいますのは、まあ、非常にその自分の至らなさ、悪さということに気づかされまして、もう二度とこんな過ちはと、こんなことはもう二度としないぞと、まあ、これがあの仏教で言われる懺悔、懺悔です、はい。まあ、同じことをこう繰り返しているようでは、まあ、実はその仏教では懺悔が足りないということになってくると、まあ、いうことを前回やっておりました。はい、まあ、それで今日はですね、あのブッダ在世中、ブッダがおられた時代に、まあ、実際に、まあ、あったことといいますか、実際にいた人物のことを通して話をしたいと思います。はい、ブッダが在世中ですから、まあ、2500-600年前のことですが、阿那律というお弟子がいました。はい、まあ、この人はあの名家の生まれでして、まあ、当時はそういろいろあの身分が高い人とか低い人とか、まあ、そういろんな人がありましたので、まあ、その中でも、まあ、家柄のいい生まれの人でした。まあ、ですがあのブッダと出会いまして、ブッダの教えに非常にこう深く感銘を受けまして、弟子にさせてくださいと、まあ、出家して仏弟子になって、うん、そして、まあ、毎日修行に邁進していた、うん、まあ、そんな人でした。うん、まあ、以前もやりましたけど、あの祇園精舎という、まあ、こういう建物がありまして、まあ、ブッダのお話説法が非常に多くなされていたんですね。でその祇園精舎である時ブッダのお話がありました。で阿那律も参加しておりまして、うん、まあ、みんなこう固唾を飲んで真剣に聞いている中、なんと眠気を催してこともあろうに、あの居眠りをかくって感じで、まあ人ですからね。そういうことであの終わった後にですね、こうブッダから阿那律よと、お前はあの何を目指して仏門に入ったのか、はい、それはあの誠の本当の幸せを求めてのことであります。うんうん、まあ、そなたは、まあ、いい家柄の生まれでありながら自分に厳しく修行に打ち込むものなのに、うん、まあ、どうして居眠りなどをしてしまったのかと、うん、まあ、阿那律としても非常にやるせない気持ちになってしまいまして、申し訳ありませんでしたと、もう二度とこのようなことはいたしませんと、もう二度と眠ったりはいたしませんと、まあ、ブッダと深く固い約束をしまして、うん、はい、それからの阿那律はですね、非常にこう懸命にその誓ったことを守ろうと、うん、不眠不休で修行に打ち込むようになったんですね。 お説法聞いてる時だけじゃなくて、はい、まあ、周りの人たちももう眠りませんっていうのは、その話を聞く時に眠りませんというふうにまあ理解してたんですが、普通そう思いますよね。はい、まあ、阿那律は違ってたんですね。もう眠ってしまったためにこういうことになってしまったと、もう二度と眠らないぞと固く決意しまして修行に打ち込むようになったんですね。はあ、まあ、だん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 目が悪くなっていきまして、さすがにブッダもですね、まあ、あまりあの根を詰めすぎると良くないと、まあ、こう諭されたり、また医者からも休めば眠ればあの目も良くなりますからと、まあ、こう言われるんですけれども、まあ、それでも一度誓ったことだからということで不眠不休で打ち込んでたんですね。まあ、そしてあのついにあの両目を失明してしまったんです。まあ、ところがあの、まあ、失明すると同時に、まあ、悟りが開けた、まあ、あの天元が開けたと、まあ、こういうふうに伝えられるんですが、まあ、天元というのは肉体の目では見ることができない、そういうまであの見通す心の目ですね、まあ、そういう目を開くことができたと伝えられるんですけれども、まあ、こんな話がブッダ在世中にあったということがお経に紹介されております。このことを通しまして、あの、まあ、別にあの皆さんにあの不眠不休で頑張りなさいというそういうことそういうことではないですよね。そういうことを言いたいわけではないんですけど、ではないですよね。はい、うん、あの、まあ、阿那律という人はあの、まあ、そういうことで、まあ、悟りを開きましたので、後にお釈迦様の十大弟子の、まあ、非常にこう優れたお弟子10人おられる、まあ、その中の1人に数えられるようにもなったんですが、まあ、そういうふうになったのは、まあ、こともあろうにブッダの説法中に寝てしまったという、まあ、しかもそれを非常にこう深く阿那律が、まあ、非常に申し訳なかったという取り返しのつかないことをしてしまったのかという、まあ、その懺悔の度合いが非常にこう深かったわけですよね。周りも驚くぐらい、まあ、その後のこう会の行動はこう違ってって言いましたので、いやそこまでしなくてもいいんじゃないかと周りは言ってたんですけど、
でもやっぱりそれほどやっぱり彼は深く懺悔してたんですよね、まあ、それが結果的には悟りを得ることにつながっていったわけです、うんうん、まあ、そこまでのあの阿那律のようなことはなかなか難しい、ね、かもしれませんが、初め私もね、はい、いやそれ喋ってる時だけの話でしょって、そっから踏み切ってもう五十パリやねって思いながら聞いてたんです、正直、はい、横で、まあなんてこうあのなんか負けず嫌いじゃないけど、でもそうじゃなくって、はい、本気でこの方寝てしまったことを悔やんだんだろうなって、でだからこそそういう行動に出て、まあ、最終的にはその悟り開かれたっていう、ああって最後に聞けば聞くほど、あ、これが本当の懺悔なのかなっていうか、まあ、そこまで私はできないですけど、仏教でいう本当の意味の懺悔、自分のやった行いを悔い改めて二度と繰り返さないように自分が行動するっていうのが全て詰まってたかなと思いながら横でお聞きしてたんですけど、はい、自分がやっぱりこれはもう二度とこういうことをしちゃならないなと、それにはどうしたらいいだろうかと、まあ阿那律なりにやっぱり真剣に悩み、まあ、考えてましたことだったでしょうから、うんうんうん、まあ、私たちはもちろん、まあ、人間ですから失敗したりとか、うんうん、取り返しのつかないことをしてしまうこと、まあ、当然あると思うんですが、まあ、その時にどれぐらい深い懺悔ができるかというのを、まあ、ちょっと阿那律のと通しまして、うんうん、まあ、私も非常にこう反省せずにおれない内容ですけれども、はい、ね、私も非常にごめんなさいと言いつつ同じことを繰り返すことが非常に多い方の種類の人なんですけど、今日のお話聞いて一個思ったのが、もし繰り返したら私それほどちゃんと反省してなかったんだなっていうね、目安になるなと思ったんです、はい、だから私口だけやったんだとか、あ、本気で思ってなかったんだって、もし繰り返した時にですよ、繰り返した時にその悔い改めようとかいう思いの加減が、まあこういう表現いいかどうか分かんないけど、いやそんな大したことじゃなかったんだねって、私の中の反省度合いがっていうバロメーターになるなと思ったんですよ、はい、前回もおっしゃった人って弱いですから、ついついやっちゃうことっていっぱいあるんですけれども、気をつけるだけでなんか自分の行動変わるような、そんな気がしましたね。そうですね、まあ、それ、はい、そういうふうに変わっていけるように、それが深いやっぱり反省懺悔が非常にこう大事だなというふうに思いますね、はいはい、今日も素敵なお話です。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。